皆さんこんにちは。日本の実業家でありジャニーズ事務所の創設者であるジャニー喜多川氏、性加害問題が浮き彫りとなり注目を集めました。そんなジャニー喜多川氏は多くのアイドルをプロデュースしてきました。自ら設立したジャニーズ事務所の代表取締役社長を長年務め、男性アイドルのプロモーションで大きな成果を上げた一方で、同事務所に所属していた多数の男性アイドルに対して性加害を繰り返していたとされています。プロデューサーとして3つのギネス世界記録を保有し、最も多くのナンバーワンシングルをプロデュースした人物、最も多くのコンサートをプロデュースした人物、最も多くのチャート1位アーティストを生み出したプロデューサーに認定されていました。ジャニーズアイドルたちからはジャニーさんと呼ばれ慕われていました。ジャニーさんとジャニーズアイドルの間には様々なエピソードや伝説が残っており、メディアで披露することも多くの名言が残っていることも有名です。数多くのジャニー語録の中でも最も有名といえるのが You やっちゃいなよのフレーズです。人間は失敗で学んだことは忘れないもの、完璧な人間なんて信用できないという考えから、ジャニーさんはタレントに何にでも果敢にチャレンジさせていました。それを表した言葉が You やっちゃいなよです。ですがジャニーズアイドルたちの中にはジャニーさんからひどいあだ名をつけられたメンバーたちがいます。今回はジャニーさんがつけたひどいあだ名をご紹介します。一人目は元光源氏の諸星和美さんです。あだ名は少年ヤクザです。諸星さんは元光源氏の人気メンバーです。歴代のジャニーズの中でも問題児と言われていました。少年ヤクザと呼ばれてしまっていた理由は、ジャニーさんのへそくりをよく俺が盗んでたからだと言います。共に出演していた歌手の中尾美恵さんからは、それ犯罪だからねと指摘されていました。でも許してくれてたから、と反省の素振りは全く見せませんでした。司会の深川亮さんは、よくあだ名で済みましたね、愛されてたんですね、とコメント。さらに諸星さんはジャニーズ事務所を脱退後、事務所を立ち上げ渡米、そこでアルバイトとしてピザ屋の配達員として働いていたという過去も告白していました。そのピザ配達の中身がいかがわしい怪しいものだったの、香辛料のちょっとやばいものだから運び屋やってたの知らずにと告白、共演者たちを慌てさせていました。これに対してネットでは驚きの反応が多く集まりました。2人目は那須雄登さんです。ジャニーズジュニアのグループ美少年に所属している那須雄登さん、アイドルとして活動しながら慶応義塾大学にも在籍している現役の大学生です。近年はその経歴を生かしてクイズ番組にも出演しています。配信動画で美少年がクイズ企画をしました。最近つけられたあだ名の問いでは、ジャニー喜多川社長発案のあだ名が明らかに。メンバーの岩崎大将さんは名前からもじった将軍といがあだ名をつけられたそうです。ここでナスさんは、大将まだジャニーさんひねって言ってるじゃん、とでナスビだからとこっそり、おそらく名字から来たあだ名なのでしょう。3人目は大倉忠義さんです。スーパーエイトのメンバーでありドラマを担当しています。最近では俳優としても活躍されていますよね。ある番組のインタビューで恩人について聞かれた際、恩人はジャニーさんだと返答。社長なんですけど、お父さんみたいであり、人生を変えてもらったし、人生を救ってもらった、と話しました。ジャニーさんの伝説になってる、ゆ、という呼び方。ジュニアがたくさんいるので、名前が追いつかないため、そう呼んでいたと言われています。そんな中、大倉さんは、ぼーっとしてるから、ゆうはボンクラだね、とか、ゴンちゃん、と呼ばれてた時もあった。でもジャニーさんに、名前を覚えてもらえるってのは、自分らの中では大きいことで、ゆって言われないから、でも未だに言われますから、と話しています。ボンクラというあだ名に、大倉さんのお父さんが有名飲食店の社長で、ボンボンだから、そういったあだ名をつけたのではないか、という噂もあり、ひどいといった、ファンの声もありました。4人目は横山優さんです。スーパーエイトのメンバーとして活躍するだけでなく、俳優としても数々の作品に出演、バラエティでも活躍されています。また最近は関西ジュニアのプロデュースにも参加し、裏方としての活躍も期待されています。そんな横山さんが芸名なのは有名な話で、本名は君高というんですが、覚えづらいということでとジャニーさんが名付けました。ですが横山さんのことをジャニーさんは横と呼んでいたそうです。機嫌が悪い時には横山さんのことを白いのと呼んでいたそうです。由来はわかりませんが、おそらく横山さんが色白なところから来ているのだと思います。5人目は山本純一さんです。
元光源氏のメンバーで高い運動能力を持ち、連続バック転やバック宙など様々なアクロバットを曲の振り付けで披露していました。身軽さを売りとしたキャラクターで、あだ名はチンパンジーに由来するパンジでした。そんなあだ名で猿の二郎とバク転対決をするなどの企画をしたこともありました。顔からのあだ名とはなかなかひどいですが、ファンのみならずお茶の間に浸透していたあだ名のようです。山本さんは持ち前の歌唱力の高さからメインパートを任されることが多かったのですが、現在もライブを中心とした活動を行っているそうです。光源氏のメンバーとも連絡を取っていると話しています。ここからは個人ではなくグループ名に注目してみました。これまでたくさんのグループを命名していたジャニー氏、それぞれに思いが込められていますが、そんな中でもユニークな名前について調べてみました。1組目はセクシーゾーンです。2011年9月に結成し、11月にデビューし、メンバーは中島健人さん、菊池風磨さん、佐藤勝利さん、松島聡さん、マリウス陽さんです。名前の由来はジャニーさんの大好きなマイケル・ジャクソンのようなセクシーさ、男としてのセクシーさをイメージして命名。メンバーにドイツ人の父親と台湾出身の日本人の母親を持つマリウスさんが選ばれたことから、国際性を持たせたかったとも言われています。セクシーゾーンが結成された当時、ジャニーさんはセクシーという言葉を気に入っており、セクシーがつくグループがたくさん命名されました。セクシーゾーン、セクシーチャンプ、セクシーエイジ、セクシーボーイズというグループが結成されましたが、現在はセクシーゾーンしか残っていません。このグループ名を聞いたメンバーはかなり衝撃を受けたそうです。グループ名が決まった時、菊池風磨さんは終わったなと思いました。中国の新聞に青函隊と書かれていたんですよと答えていました。中国語にするとそういう表記になってしまうようです。中島さんがセクシーサンキューとグループ名を使って挨拶したり、先輩からもその言葉を振ってもらうことが多くなり、名前のイメージも変化しました。菊池さんもちょっとヤバいイメージはなくなって感謝していますと答えています。そんなセクシーゾーンはジャニー喜多川氏の性加害問題を連想させる名前であることを理由にグループ名を変更。メンバーの中島健人さんが抜け、新たにタイムレスという名前になり、3人で活動する新たな一歩を踏み出しました。2組目はおっさんです。関ジャニ内にあるおっさんはある関西系の番組で、関ジャニ8の横山優さんの横ちょといがだなが話題になり、横ちょってあだ名おっさんやんと突っ込まれたところを放送で見て、おっさんという響きを気に入ったジャニー氏が、ゆうたち新しいグループ作っちゃいなよというノリで結成されたものです。メンバーはもしデビューできるなら名前は変えたいかもなどと話していましたが、人気動向というよりも頭文字がおっさんになるように無理やり作られたため、メンバーが辞めるなどして現在は3人になってしまい、今後活動が続くのかどうか心配されています。3組目は平成ジャンプです。2007年にデビューし、現在のメンバーは矢部浩太さん、高木優也さん、伊能圭さん、八乙女光さん、有岡大樹さん、山田涼介さん、中島優斗さん、知念優里さんの8人で、脱退したのは森本龍太郎さん、岡本圭人さんです。2007年に結成をし、わずか2ヶ月後にデビューした平成ジャンプ。当時平均年齢が15歳で、グループの人数が10人だったことから注目を浴びていました。グループ名が発表された時は全員が集められ、ホワイトボードに平成ジャンプと書かれ、これが君たちのグループ名だとジャニーさんに言われたそうです。その時の反応は、嘘だろう、俺らのグループ名平成ジャンプなのと驚きを隠せませんでした。名前の由来はメンバー10人全員が平成生まれ、平成の時代を高くジャンプしていくという意味が込められています。おしゃれイズムに出演した山田涼介さんは、ジャニーさんはどんな人と聞かれて、一言で言えば天才だって、僕たちのグループ名平成ジャンプですよと答えていました。年号が変わることにも一番反応したグループは平成ジャンプだったのではないでしょうか。ひどい名前というわけではないですが、なかなか思いつかない名前ですよね。いかがでしたか。今回はジャニーさんがつけたひどいあだ名をお伝えしました。ひどいあだ名をつけられても社長に名前を覚えてもらうことがデビューする前には重要になってきます。印象に残ったことが嬉しく、どんなあだ名でもデビュー前だと気にしないのかもしれませんね。グループ名についてはなかなか考えるのも難しいと思いますが、それといったグループ名もあります。
しっかりとした由来があっての名前だと思いますので、名前をつけた思いに注目していくことも大切ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。